倉さんです。今日はストレスに対する問題回避型と解決誘導型というテーマで学んでいきます。まずお伝えしたいことがあって、現代はとにかく個人個人が忙しくなってストレス社会になりました。何かの待ち時間に LINE の確認とか、家ではネットサーフィン、リアルでは人間関係とか、現代は時間ができると同時に次々と問題が起きる時代なんですね。で、今回の内容は池本克之さんの年収の伸びしろは休日の過ごし方で決まるという本の内容とともにお伝えしていきます。ではまず池本さんの本の内容のストレスに関する内容をお伝えします。現代社会においてストレスは様々な体の不調を引き起こす原因になりかねないもの。心身に悪影響が出ないように一時的にストレスを洗い流す、ストレスを発散することは自分のメンタルマネジメントということもできるでしょう。しかし注意すべきは、発散することが根本的な解決にはならないということです。例えば学校や仕事、家庭でストレスが溜まって散々愚痴を言ったり、むしゃくしゃして衝動買いしてしまったり、その出来事を忘れようと居酒屋に行ってお酒を飲みに行ったとします。で、そういった行動はその時は気分はいいし、一時的に気持ちは晴れるんですけど、結局家に帰ったら元通りになってまたそのストレスは続くんですよ。で、またストレスを感じたら愚痴を言ったり、必要じゃないものとかを買って人は一瞬でも心を満たそうとするんですね。で、こういった一時的なストレスの現実逃避のことを問題回避型と言います。問題回避型というのは、問題が起きるとそのストレスから逃げようとして目先の利益を追いかけていくこと、これを問題回避型と言います。で、問題回避型っていうのは決して悪いことではないんですけど、問題っていうのは逃げれば逃げるほどどんどん大きくなって、結局その問題とはいつかは向き合わないといけなくなるので、僕は問題回避型はお勧めしません。けどストレスを感じてる時って結構しんどいよね。僕自身ストレスをすごい感じやすいタイプなので、ストレスとの向き合い方は正直しんどかった時があります。じゃあどうやってストレスと向き合っていくかというと、解決誘導型、これをお勧めします。これは根本的にストレスの方法を断ち切っていく方法になります。で、まずあなたにやってほしいことがあって、ストレスを感じた時は必ず使ってほしい言葉があるんですね。それは何かというと、起きたことは起きたこととしてという言葉を使ってください。なぜこの言葉を使った方がいいかというと、問題が起きた時点でその問題はほっとくか解決するかの二択になってきます。で、先ほどお伝えしたように、問題はほっとけばほっとくほど大きくなっていくので、できたら根本を断ち切ることを僕はお勧めします。で、問題は起きたことは起きたこととしてもうしょうがないので、どうすればうまくいくかにフォーカスしてイメージし始めることをしてみてください。例えば職場の人間関係で悩んでたとします。そしたらまず起きたことは起きたこととしてと言葉にしましょう。それから自分自身にある2つの質問をします。それは、今からどんな結果を望みますかという質問をしてみてください。すると、ああ部門を変えてもらえるかなとか、一緒に働く時間帯をずらしてもらえるかなとか、そういったアイデアが出てくると思います。で、2つ目のしてほしい質問は、その結果を得るためには何をすればいいという質問をしてみてください。そうだな、人事部のあの人に相談してみようとか、職場の仲いい人に相談してみるとか、何か具体的な行動プランを出すことをお勧めします。で、この2つの質問をしながら問題を解決誘導していきます。で、問題を解決するときはなるべく具体的な案を出していくことで、行動というのは具体的にすればするほど行動しやすくなるので、ぜひ問題が起きたときは起きたことは起きたこととして受け入れてすぐ解決に向かう、これがベストなストレスとの向き合い方でもあるし、ストレスを成長へと変えてくれる解決誘導型になります。で、日々辛いこともあると思うけど、今自分自身が経験していることは将来の肥やしだと思って、いつかのキャリアにつながるような考え方に変えていきましょう。あと、この機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。